こんにちは、ゆちです。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。本日は雨がすごくて、ちょっと外に出ることがあんまできなかったんですけれども、明日からまた晴れが続くということなんで、暑さに負けないように、寒い、雨が降ると髪は乱れる、暑いとね、しんどい、まあ極端すぎるんですけれども、まあなんとか頑張りましょう。で、ご紹介したいのが、最近ちょっといろんな仕事をやってまして、こういうものを、国語力を高めるためにこんな本を買ってみました。国語力、実は偏差値30代になったことがある私なので、ちょっと国語力がないんですけれども、なんとか頑張っていきたいと思います。それでは本日のタイピングです。どうぞ。